よし、じゃあ続けてやっちゃおうかな、ダークソウル2。ちょっと1日おきにアップロードするには進行がね、クソみたいな感じなので、まあ、結構ね、続けてやれてるので、しばらくはまた毎日アップロードするようにしようかな。まあせいぜい1週間程度だと思うけど、どうしてもね、あれは戦いたくないんです。ガーゴイルと。ガーゴイルと絶対戦いたくないんで、他のところを回る。なんとかね、せっかくね、指輪手に入れたし、どうか逃げられるところが、逃げられるじゃねえや。もう逃げることしか頭にないぜ、こいつ。飛び降りる、ね、場所とかがあるんじゃないかなと、ちょっと期待しながら進んでいきたいんですけど、どうもないかな。ここ、でも全然進めてない、進めてないっていうか、道がね、ないんですよね。まだ。かがり火の数が圧倒的に足りてないので、どこかないかなと思うんですけど、あんまないのかな。あ、危ないぞ、危ないぞ、これ。確かさ、隠れ港に続く、あ、ついてきちゃった。隠れ港に続いてるね、隠し港だっけ?に続いている道が、こっちだったっけ?多分そうかな。で、他に、すげえな。他には何にもないんだよな。結構双眼鏡とかで見るとさ、行けそうなところだなとか、あ、あそこ行った場所かななんていうのがよく見えたりするんだけど、こっちはこっちでね、何にもないんだよな。ここ行ってないルートってあったっけ、そもそも。こっち、あ、穴はある。こんな感じでね、多分。わあ、一撃必殺。これどっち行ったんだっけ?ね、こういうちょっとさ、ぐるぐる回る感じになっちゃうと、ね、もうここ来たとこじゃんみたいになっちゃうからさ、カットでもいいかなと思うんだけど。あ、ついてきちゃう?ついてきゃしねえか。だからってな、いきなり黙ってプレイしてても、ほんとこいつらな、しっかりね、追尾してきよるからな、それも一撃、二撃、三撃、あ、ここやっぱ来てなかったか。古騎士の長尾の、お、これが、これじゃ、バトラックスっていうのはこういうものじゃないのかなと。人の像と闇虫の丸薬。お、獣にでもなんのか。これか。一時的に闇防御力。闇?そうそうそう。暗黒騎士にはどうやってなんですかね。まあ、前も言ったんだけど、闇って、このゲームにさ、でもさ、闇指数ってなくね?まあ、闇補正はつくけど、まあね、コメントをいただいてたみたいに、まあ、憶測だけど、闇属性の何かアイテムを集めるとかなのかな。闇の指輪とかね。なんかそういうのがあってもいいけど、あとサソリの人、まあダークソウル1の時のヒモリメみたいな感じな、まあ、会話がてね、会話だったので、何かね、コミュニケーション取れるアイテムがあるんじゃないかと探したんですけど、まあ、まあ、ない。今の段階では多分見つからないよね。何が足りないの。技量か。お、でかい。そうだね。お、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 振り方はね、非常に、
ああ、まあ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 、悪くない、悪くない。うん、いいんじゃないの？そういや、無知出てこねえな。言っちゃってるけど。あれ？一回しか触れない？よっ。ああ、1、2で、こう、そうやって振っちゃうんだ。そっかそっか。どうやって振った？なんか、突き刺す感じで。ああ、意味のない、リーチを全く生かさない振り。うわあ、上向いて、いや、無理だな。どうにもなんねえな、これ。ただ、ちょっと、使い勝手は良さそうなので、ちょっと使ってみたいかなっていう気は、あるかな。ちょっとこれどう、これ、なんかこんな風にして戦ってたっけ？それはなんか別のルートだっけ？もう許せねえ。もう許せねえ。3撃でしょ？ほら、おれー。で、こっちにはもう来たんだよね。どっちかが隠れ港で、どっちかが港もな。全然だ。ここもじゃあ、なんか開くのかな？なんだろう、この意味不明な壁は何なの、じゃあ。ってなんなるよね。技量が20必要だったのが今いくつ？技量16か。20くらいまで上げてもいいかな。技量上げれば、多分こっちの、ね、攻撃力、最低限のステータス上がると思うからね、攻撃力。まあだからといってガーゴイルに800ダメージは、これで800ダメージ食らわせられるとは思わないんだけど。目標はね、800ダメージなんで。何のエレベーターだっけ？かがり火がね、欲しいんですよね。もう一つ二つくらい。で、行き過ぎると、オーンスタインの方はまた別のね、ルートに行っちゃうので、なんかこうね、録画してる、ちゃんとしてる時に発見があるといいんだけどな。飛び降りることはできないよね。なんかバグらせてショートカットとかはやれるかもしれないけど。まあ、通常この動きだけだと、ここにしかないよね。よいしょ。こういうエレベーターはね、一応作動させておいて。あ、ここもね、意味不明な穴は一つしかないかな。で、こっちには守る人がいて、こっちには、こっちはこっちルートがあったんだっけ？こっちが隠れ港に続く道だったかな。港はね、全然わかんなかったからね、せっかくファロスの仕掛け解いたのに、それより何より、何もなかったもんね。じゃあもう一方の方、もう一回行ってみようか。今来たのが、まあこっちだったから、あ、でもここも、でもいっぱいあるんだよな。こっちだね、青青銅、青青銅。やっぱ春になるからかさ、風がすごい強くなってさ、気圧の変化もあんのか、頭痛くなったり気持ち悪くなったりするのがきついんすよね。それはさ、まあ耐えるしかないんだけど、強風のおかげでさ、ネット回線が死んでるんで、今、動画をね、アップロードできないんですよね。鉄拳のネット対戦とかもできないし。これなんだっけ？あなたはなんだっけ？ Transient beat. You would never make an... ああ、青の四角。なんだろうな、こいつをなんかぶちのめせば、ねえ、資格はもらえるだろうけど、今度褒めてくれる人がいなくなるからな。
どこもかしこもなんかやっぱ資格を持ってないと全然誰も何の相手もしてくんない。頭にきますね。でここ戻ってきちゃうと戻ってきちゃうから、そうすると同じなんだよね。もうここに来る理由が完全になくなっちゃうんですよね。ぶちのめすね、ここちょうどここだったよね。ここでちゃんと敵をぶちのめさないと仕掛けがね作動しないっていう、なかなか悪質なステージだったんだけど、でもここもほとんど柵があるし何かができるっていう感じじゃないよね。やっつけてってお願いだから。振り方があれだね、グレートソードだかバスタードソードと一緒だね。でもな、こんな状態だといい加減いけるところねえやらないと、覚悟を決めて覚悟の準備しないとダメかな。他完全にないもんね多分。どっか一個でもね飛び降りられる場所があれば、あここはっていうのがさあればよかったんだけど、ないもんな。さっき、あ、前回が、前回、あ、こっちがもう入れ、なんか、いや、あ、割れそうだな、このステンドグラス。何分まで、13分だもんな。13分で、あっちこっち、回っても、しょうがないからな。でも、やれそうなことは全部やるか。おい、何人来るんだよ。そんなに来られても俺困る。ああ、まずい。ここは。裏、あ、やべえ。ちょっとバラバラに。どんだけ追ってくんだよ。勤勉すぎるだろ、ちょっと。あのステンドグラスすげえ怪しいからな。ちょっと叩き割ってみたいんだよな。え、本当に来るの？え、どこまで来んのこれ。脳みそを疑うぜ。よっ。ちょっと。あ、ようやく。帰る？足早いんだよな、帰るときの。よいしょ。多分ね、一つぐらいね、ステンドグラス割れんじゃねえかなと思うんだけど、どうかな、ダメかな。ちょっとどうにかしてね、あそこ以外の進展が欲しい。よし。あとはオーブ。怖いのは、やっぱ敵ちゃんと倒さないといけないとき。とかはちょっと恐怖感じちゃうかな。よし、裏回って、はい、よいしょと、こいつも、はい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 、これスーパーボーライオンと一緒ですね。はい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 、お疲れ様です。よいしょ。じゃあ拳でね、一つずつ拳で割れないと困るんで自分でやります。弾かれるときと弾かれないときの差は特にないか。先端、根元かどうかとかそんなもんか。多分。割れないかな。ダメそうかな。証とか資格ってだってなんだよっていう。
感じだよな。そこ何もなかったしな。あー、ステンドグラスが割れるっていうギミックはないか。何にも、本当に何にもねえや。まあ、いったな。じゃあ、あと何分、16分か。ガーゴイル行くか。もう他ないもんね、多分。思いつくところもないし。で、その前に、またレベル上げちゃいましょう。武器強化のためにね、ちょっと取っておきたいのもあるにはあるんだけど、まあ、敵を根絶やしにすれば、まあね、この程度のソウルは手に入るので、あんまり気にしなくても大丈夫かな。もう、なんだったら、あの、ボスのソウル、ちょっとボスのソウル使い込む気満々ですからね、今。あ、上げられるね。どうする?医療か筋力か。せっかく霧のいい。あ、じゃあ技量上げよっか。左手武器しか上がんねえけど。ごめんね。筋力を上げてください。ほんの一撃、ほんの一発でもね、ほんの一ダメージでもね、あげたいんだ。意味がないと分かっていても。ここってなんだっけ、流刑者の牢。前回、ちょっと見えたあの白い騎士がいたところかな。ここも意味ないっていうか、なんか何もなかったんだよね。この、かがり火だけがあって、あと他に何にもなかった場所じゃなかったかな?確か。いきなりの洗礼は受けない。で、ここはそもそも鍵が開かない。まあ何かすると勝手に開く可能性があるな、これ。そう、そんな場所だったんだよね。で、そっか、エレベーター。港に続く。場所か。そうだ、何もなかったんだよね。改めてここなんか扉探したりできないかな。あの白い騎士やっつけるとなんか恩恵があったりとかすんのかな。ちょっと、まあ、どうせ来ちゃったから見に行ってもいいか。どうせガーゴイルと戦うにしたってもう5分10分でぶち殺されるだけだからな。何もないとは思うけどって、口にはするけど何かあってほしいんだよな。今のところにはどうやって降りるんだ?なんか今あったよね。この木が宝箱だと思った机が。なんか途中でエレベーターを降り、わかった。なんとなくわかった気がする。なんとなくわかった気がするけど、まずはここを見たい。何か変わったことは?パロスの仕掛けを解いたから誰かが何かのご褒美は何にもないっすね。びっくりするほど静か。録画の容量が、いや、まだ大丈夫。まだいける気がする。まだいけるはもういけないって、ね、散々自分で言ってる気がするんだけど、これ多分びっくりした。死ぬかと思った。これ乗って乗れば乗れるけど、これどうやって帰るんだろうか。帰り方が分かんないときは。多分乗って出れば。開けろ。よし。で、こう。で、どっちかな。こっちでいいか。
おー、ちゃんとなっとるやない。なんて優秀なエレベーターなんだ。褒めて使わすぞ。いただき、しみた、修理の後を引く。しみた、これか。極限だよね、多分。まあちょっと持ってみな。よいしょ。よっと。うん、プリンスオブペルシャかな。かっこいいじゃん。あー、なるほどね。うん、そうだね、このお決まりのパリ、かっこよくなってんね。ちょっとダークソウル1では使った記憶がないんだけど、ファルシオン、デモンズソウルとかのファルシオンがこんな感じでね、かっこいいパリするんですよね。まあできた試しないんですけど、はい、じゃあここにもちょっと大したものはなかったってことでいいかな。ちょっと白騎士をぶっ飛ばしに行くか。637ソウルしかないんだから。あ、そうだ、白騎士にさ、これ効くかな。もしこれが効くんだったら、朽ちた巨人の白騎士も戦えるよね。よし、何度も言うけど開かないのかな。全部開かないのか。見逃してるだけなのかな。ありふれた果実、ガタ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 って来ない。うん、でそこがかがり火、こっちか、こっちはかがり火で、でここに確か白騎士がね、多分いるんだよ。ほらほらね、いるでしょ。ちょっと録画相当ガタガタしてますね。でこれ戻るためだけの場所だから意味がなく、こっちは飛べない、下には降り、あ、下に降りるのは前降りたんだよね。だから君に向かって行ける。やったぜ、朽ちた巨人の白騎士、覚悟の準備をしておいてください。ハイデの槍、確か巨人のところにいたところは剣を持っていたから、何か、あ、かっこいい、パルチザン系かな、なんか三つまた、おお、音もなんか、あ、なんかやり強い、このゲームやっぱやり強いそうだよね、優遇されてる気がする、うん、だからそうじゃねえだろってどう考えたってその飛び切り違うだろうって。あ、完全に横には長ない。あ、すがすがしいほどの一つ、よし、下準備は万端です。ぶち殺しますが、ちょっとね気になることが、まあここのところにもあって、まあ最初のね、最初の方のステージなんで見落としてる部分ってたくさんねあったと思うんですけれども、ここじゃないな、ちょっとねルート通りも全然覚えてないんだけど、ここの辺りかな。あー、これ降りられんのかな。あそこにねアイテムが落っこちているので、どっかからか回り込んでいけたりするのかもしれないけど、まあ今更かなっていう、多分大したもの、ああいうところになんかね大事な指輪とかがあったりするのかもしれないけど、どっか開くのかな、こういうところも分かんないね、分かんないので、はいね、こうその鼓動もね永久に止めてやるからな。ほら、おれい、まったく手こずらせやがって。ハイデ騎士の直剣、強そうだ。ハイ
での直見。長いかな？強さ的にどうなの？世の中的に。ああ、まあ、ブロードソードの方がまあ圧倒的に強いは強いけど、長さは？ああ、ハイデーの直剣の方がちょっと長いんだね。炎のロングソードは？ブロードソードじゃなくて、直剣。炎のロングソード。見えない。あ、大体一緒か。よっと。そんな振り方するほどの剣か。よっ。うん、ああ、まあ一つ。うん。はいはいはい、なるほど。うん、まあ、かなりねソウルは多く得られたんで、それだけでも十分いいでしょう。よしね、これのあとすぐレベル上がりそうなので、じゃあそろそろ覚悟を決めようか。よし、じゃあね、ここで技量を上げの、エストのみので、なんかこの辺もなんかそうするとな、どっか扉開きそうな気がするんだけど、まあいいや、もう時間がない。どうか、まあここはしょうがない。500、やっぱり大したダメージにはならないか。そりゃそうだよな、だって何も上げてねえからな。